はい、じゃあ次行きます。次はこちらです。バン。次は未来人ジョン・タイターが予言した昭和100年問題の真実です。これね、はい、結構面白い。そうですね、ちょっと見ましたけど、編集した編集部がこう言うのもなんだけど、はい、2025年、25年、ね、うん、この年は昭和換算でいうと昭和100年になるんですわ、うん、昭和100年、昭和100、今でもね、なんか、はい、今年は昭和何年かなとか言ったりするじゃない、うん、平成の時とかね、まあ、今令和ですけれども、はい、ちょうど2025年が昭和100年に当たる、はい、これで一体何が問題なの、うん、ね、思い出してごらん、今から19年前、ね、19年前、2000年問題、ね、大人だったでしょ、はい、そう、うん、だいぶ、ね、はい、ちょうど世紀末からミレニアム、ね、なるときに2000年問題、うんうん、ありましたね、通称 Y2K ありましたね。 Y2K コンピューターのこの年号ね、今2019、はい、ね、10月4日ありますけれども、この当時のコンピューターっていうのはこの2000、まあ、当時はもう2000年前ですから、うんうん、1969年とかね、うん、この後ろの2桁で用が済んでたね、うん、そう、うん、でところが1999年か2000年になるときにこの2つ の数字がね00になっちゃう。そうですね、そうするとこのコンピューターが1900年と勘違いしてしまう。うん、遡っちゃう。2000年じゃなくて1900年に戻っ、うん、そうするといろんなバグがコンピューター上で生じて、はい、もうとんでもないことになると、データが消えたりとかね、誤作動したりとかね、はい、うんうん、覚えてます、もうみんなね、あの年は、はい、ね、12月、ね、銀行並んで貯金通帳にね記帳しようっていうね普段記帳なんかしてねえのに、こうやったらさ、ずっとさ、もう20分も30分もずっと印刷しててさすげえ長蛇の列になる、みんな危ないから書いとかなきゃって、書いとけばとかね。あ、そうだったんです ね、銀行の人は大丈夫ですよ、そこまでしなくてもってね、うん、もう言ってたんだけどさ、はい、なんか不安じゃんって言うんでね、そうなん、皆さん銀行並んでたと思いますけれども、はい、まあ、あの結果として2000年問題はまあ、予想されていたような、まあ、大きな混乱はなくて、なく、うん、スムーズに、まあ、要はその2000年問題はクリアできましたよ、うん、まあ、今回の昭和100年問題も、うん、ほぼこれと同じ構図的にね、はい、だからね、2000年の時と同じようにこれ大丈夫じゃんと思ってるでしょ。なんかちょっとそういう気になりますね。ところから、いや、これがね、いや、この、まあ、これ書いたのね、はい、高谷さんっていう方なんで、こういうコンピューターとか経済にすごい詳しい方で、はい、なるほどね、これ結構この今のパソコンが、はい、その、ね、パソコンを開発した、はい、ね、ノイマンがコンピューターを開発してね、うん、で1960年70年で世界を一番リードしてたのは実は日本だったんだよね。あ、当時ですね。で機械言語ってあるわけ、はい、ね、今も機械言語で動いてるんだけども、うん、で一番、まあ、機械言語として統一的にこう、ね、飾られるようになったのは、そうそう、まだパソコンという言葉がなくてマイコンとかね言ってた頃があってさ、マイコン、でその時に機械言語でベーシック、はい、まあ、これがあの基本になっていくんだけど、はい、そこから例えばあの C 言語、うんうん、コボル、アッセンブラ、ね、フォートラン77、もう大学の時もね、これもね、あってさ、はい、フォートランとかさ、もう嫌で嫌でもう演習がさ大変だったわけですね。インテジャーとかなんかプログラミングしてね、はい、一文字違うだけで全然動かねえからさ結局プリントしてさ、なんかこうこんなことしてさ、どこ違うんだっけみたいな何をやってんだろうみたいなね、大変な、はい、まあ、難しいものなんですね。機械言語のそのベーシック以前の言語、はい、これ日本語、まあ、日本人が作ってるから、そのこのいわゆる暦、
これもね昭和でやってたわけだよ。なんで昭和にしちゃったんでしょうね。やっちゃうだって西暦にしとけよっていう。そこは、ね、日本のプライドだったんでしょうね。で平成になるでしょ、うん、平成になった時にその平成元年と、うん、その昭和64年、うん、この年はイコールであるっていう修正をしたわけ、うん、修正を施した。で今回の令和もそうだね、うん、平成31年イコール令和元年という、うん、その修正をして使ってる、うん、修正できるんだったらいいんじゃないですか。でもこれ全部ね昭和が元になってる。もう昭和消せないんですね。昭和だと。しかもその2桁だまた。おいどうすんだよどうすんだよ。そうですか。でこれはね抜本的根本的にね、はい、修正されてないんだって。うーん今もそのままなんだって。しかも日本だけじゃなくて全世界のパソコンがそうなんだ。うん、でも今例えば Mac とかいろんな、もっと前、もっと前、その古いコンピューターって例えば家でも古いコンピューター捨てるじゃないですか。捨てるか、はい、捨てちまうか、捨てちゃうじゃないですか。その古いのを未だにどこで使ってるんですか。ハードの話してるわけじゃないの、プログラミングの話、機械言語の。じゃあ今の新しい Mac とかを使っていて も全部ね踏襲してるの。入ってる機械言語って全部踏襲してる。そのベーシック一番元になってるのがベーシック以前の日本で開発したそのシステムがずっとあるんです。ずっといるんですか。あるんだ。どんだけ新しいパソコンを買ってもいるんですか。すごいですね日本って。とっとと新しいのに置き換えとけよって話。もうそう、誰か開発してないんですか、その C 言語。これもね、今回の記事あの、ね、原稿来るまで全然知らなかったけども、はい、これ恐ろしいよ、これこれ、ガチでやばいってやつなんですね。でもこれ、あのやったの本当に1970年代、はい、で、ここで出てくるのが、はい、じゃっちゃららーじゃん、はい、遠い未来からやってきた未来人ジョン・タイター。そうですね、ジョン・タイター。なんか久々にね、ジョン・タイター、はい、何しに来たと思う。そう、ジョン・タイター、なんか、まあ、昔の自分に会いに来たとかね、予言を しに来たような、ね、イメージ、ね、2000年問題を、ね、解決するために来たとか言ってたじゃない、はい、うんうん、2000年問題大丈夫だっけ、うん、やつは、はい、1975年にできた IBM のコンピューター、これを探しに来た、はい、これじゃないとダメなんだ。へー、 IBM の未来にではもう手に入らない、これがないと、はい、えらいことになる。ほう、これがなければってんで来たわけだよ。そうなんですね。でもジョン・タイターは別に昭和100年問題とは言ってはいないんだけど、はい、時期的に合うわけよ。へー、でね、これね、ここの高山さんも、まあ、よう調べるわ、はい、すごい、まあ、世の中に氾濫しているジョン・タイターの、ね、いろんな都市伝説をふるいにかけて、うん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 、本当の一次資料のジョン・タイターの言葉とか全部洗いざれこうやった結果、あんた見えてきた、うん、ジョン・タイターはただ単にそのパソコン、うん、IBM の5100っていうのを探しに来ただけじゃなくて、もう一つ目的があった、うん、ある日人物に会うために。誰その誰誰、あ、じゃあ誰なの、 OS 作った人ですか。これがね分かんない、誰が分かる、名前は挙げてないんだけども、はい、で調べていくと、はい、これね70年代にそのすごいスピーチをした人がいる。すごいスピーチ、これあのまさにそのパソコンメーカーの日本人の社長だよ。え、日本人、1977年だよ、70年代に、はい、にそのなんかまあこの世界ではねすごい有名なスピーチらしいんだ、キーノートスピーチとかっていうらしいんだけども、いわゆる今日 そのテレビとねパソコンの融合からね、クラウドからね、はい、まあ、5G じゃないけどもそういうふうな通信をね、うん、こういう時代になるよ、このパソコンが発達していけばそうなるよ、皆さんの未来の生活はこうなりますよっていうのを発表したわけ、うんうん、発表した人がいるんですね。有名なスピーチ、ひょっとしてこの人に会いに来たんじゃないの。この人誰ですか。もしくはそのこのスピーチというか、はい、この原稿を書いた人物、はい、あ、そっか、原稿がね、この人だったらば知ってるはずだみたいな。うーん、それがいわゆる
昭和100年問題の根本的な鍵になる。そうなんですね。やべえ、ほんとやえ、ジョン・タイターってマジみたいな感じになっちゃう。そうなんですね。このちなみにジョン・タイターはこのキーノートスピーチの社長さんに会えたんだから、ほらね、いなくなっちゃったからさ、あったんでしょうね。どうなんだろうね。ほらタイムラインがこう違うとね、はい、だからそのジョン・タイターの未来とさ、はい、もう今のこのタイムライン違うわけよ。あー、そっか。ジョン・タイターの世界では第三次世界大戦起こってるからね、うん、北京オリンピックもね、中止になったりとかさ。だからね、どうなってんだろうと。でもこの1977年の IT 界って結構限られてると思う。いや本当にそうよ、思うんですけど。77ですよこれ、はい、だからさっき言ったフォートランっていうのも77ってこれ77年多分できたはずで、ね、うーん、だからそれ以前なんだよ。すでになんかパソコン以前、マイコンとかそういう時代にその根本的 なんか機械言語をこう構築するにあたって、はい、だからその年号を割引で2桁でこう仕組んで、はい、それが今までこう踏襲しなければならないようなこうシステムがね、はい、だからあまりにも専門すぎてよくわからないんです。でもそれを作った人っていうのは分かってるわけですよね。その最初 そのプログラムを作った日本人、まあ追っていけばね、もちろんね。でもそれがどう、はい、ね、今日、はい、全部に入ってんだから、全部に、スマホだってなんだって全部。これからもですか。いやだから、ね、どうしようもない。へえ。だから2025年、だからそういう専門家の間の本当に知ってる人はね、はい、うん、やべ、2025年、最悪どういったことが起きちゃうの。もしねこれが、はい、まあ、だからジョン・タイターのその世界がそうなっていると仮定すればの話なんだけども、はい、そのやっぱりね今ね電子マネーとかね、ね、預けてる預金も全部数字じゃない。うんうん。いやね、札束とかさ、うん、コインがあるわけじゃないじゃない。そうですね。ね、アンティーコインは別だけど。そう、はい、ね、だから数字だから、そのいわゆる中央銀行、うん、これが破綻するんじゃないの。破綻っていうかね、崩壊するんじゃないの。あ、ジョン・タイターの生きている未来では中央銀行っていうのがもうなくて、はい、小さな銀行っていうかな、そういう金融機関っていうのが、うーん、とか今日でいうね、こんなね、もう、はい、ペイペイとかさ、うんうんうん、いわゆる電子マネーだなんだかんだポイント還元とかね、うん、もうないらしいよ。でも2025年だとあともうちょい時間、あと6年、6年6年の間だったら、なんかバイト雇ってずっとあの紙に書いてたらなんか間に合いそうな気がする。紙じゃねえんだから、システム言うの。あ、そっか、いや預金とか。システムどうなんだろう、最悪ちょっとなんか方法あんのかな、ね、分かんないけどな。だとにかくこのね2025年昭和100年問題っていうのがあるっていうことはね、近い。ね、ね、知ってました。ね、2000年問題知ってても100年問題知らないし。そうだって、しかもまだ世界で昭和っていうものが大事になってくるっていうのがもうすごいですね。だって日本以外は昭和なんか誰も知らないよ。そう、それがって感じだよ、ね、キーワードになってるなんて、ね、外国の人とか知らないですよ、昭和って何っていう。ねえ、そうですよ。なんでね、へぜひね、文章はね非常にあの平易で、はい、あの読みやすい、読んだ後ねゾッとする特別企画です。そう、すごい濃いなあ、はい、ぜひお読みください。そして今のうちアンティークコイン、アンティークコインですね、ですね。梶先生がそう言ってました。はい。